はい、どうもさあ、ということで、ありがとうございます。ということで、またしました。続いては第2部の始まりでございます。第2部は、ホラーでございますね。ネタを披露していただいた芸人さんたちに、怖い話をしていただきまして、少しでもひんやりしていただこうという内容になってございます。各コンビ、もうちょい照明の雰囲気くれたらありがたいですけど、照明の雰囲気を、あ、いい感じです。ありがとうございます。はい、ということで、各コンビ代表に、怖い話をやっていただきまして、全て終了後、最も震い上がらせたグループですね、には、素晴らしい豪華特典がもらえる権利が与えられますので、よろしくお願いします。その評価としては、お客様方の、拍手で、決めさせていただきたいと思いますので、皆様もよろしくお願いします。まあまあ、お客様方は、お酒とドリンク等を飲みながら、まあ、よく見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、早速なんですが、最初のグループ出てきてもらいましょう。各5組で分かれてございます。最初のグループ集合。出てくるようにっていうのは言ってますんで、じゃあ皆さん準備はよろしいですか。はい、じゃあ皆さん、それでは早速はけちゃってください。はい、まあ、どういうことをまあ話すかどうかわかんないんですけど、じゃあちょっと僕の方で軽くちょっと話ができればと、まあ、大体こんなことを話すんじゃないかなと思いますね。一応僕が、聞いた話なんですけど、ちょっとあの先輩のこれ芸人さんなんで、ちょっとイニシャルにさせてもらおうと思うんですけども、イニシャルで、ギャロー芸人の K さんっていう方が、まあ、いるんですけども、ね、全然わからないでしょ、ね、イニシャルで言ってるんでね、まあ、そういう、ね、芸人さんがいらっしゃるんですけども、その方が、前、体験された話なんですが、まあ、とあるマンションに、引っ越しをしたそうで、でもう早速というか、もうその初日からなんか、まあ、不可解なことが起こり始めてまして、で何が起こってるのかっていうと、もう、自分の部屋では何も起きてないんです。隣の部屋で、ずっとある時間、深夜2時ぐらいになるとすごい怒鳴り声が聞こえるらしいです。うるさーい、うるさーい、出てけ、出てけよっていう女性の声がすごい聞こえるらしくて、でしばらくするとごめんね、ごめんね、ごめんね、本当ごめんねっていうのをずっと言ってるんですって。でそれが毎日続いてたそうです。次の日もある時間になると出てけ、うるさい、出てけ、出てけよ、でしばらくしてごめんね、ごめんねっていう、それを本当に毎日続いてたそうです。で、ある時間、ある日、もう1週間ぐらい経ってですね、もうちょっとさすがに何なんだろう、やっぱ隣気になるなと思って、やっぱ同じ日に、その時間帯にやっぱ同じことが起きて、ちょっと見てみようと、だから同じことのようにまた時間が来て、うるさーい、出てけ、出てけよ、なんだよ、うるさーいって言った後にまたごめんね、ごめんね、本当ごめんねっていうふうに、やっぱり同じようなことが起きて、で、ある程度収まって、あ、静かにな、何人がやってんだろうなって思って、その人が、Kさんがその窓、ベランダを開けてちょっと隣をちょっと覗いてみようかなと、で、覗いて、まあ、ちょっと壁があって向こう側が隣の部屋だったらしいんですけど、ちょこっと、まあ、見れる距離だっていうことだったんで、なんかこう身を乗り出してこうやってうって覗いてみたら、真っ白い女性の青ざめた感じの女性の人が同じ感じでグーって見てたっていうね、そんな感じの、まあ、怖い話だったんですけど、それでギャロ芸人の K さんはもうすぐ引っ越しちゃったっていう話なんですけどね。はい、これが僕が聞いたお話です。ありがとうございます。まあ、みたいな感じのものを、多分皆さん喋ってくれると思うんで、まあまあ、それでは聞いてあげてください。それでは最初のグループです。どうぞ。
私の、話なんですけど、まあ、知り合いの、まあ親父の親戚 の、 そのタクシーの運転手の方の話なんですけどもね、まあ、ある富山県の方でタクシーの運転手やってまして、それで、まあ、ちょっと夜仕事残業続いて、まあ、12時ぐらいになったんですけども、まあ、ちょっと山道を走る、ことになったんですね。でまあこう山道を走ったらですね、ちょうどこの車道の通りの沿いでですね、この女の人がですねこういう感じで立ってたんですね。で結構長い髪の方で、ちょっと顔までちょっとあんまりよく見えなかったんですけども、まあ、ちょっと素通りするわけいかないなと、今日獣道だったんで、それで車を止めまして、でどうされたんですかって言うんですけど、何も答えないんですね。でもまあ自然にスッと入ってきたんで、まあいいかと思いまして、どちらまで行かれますって聞くんですけども、まあ、全然答えないんですね。まあとりあえず走るかってことでずっと走ったんですけども、それでまあ、30分ぐらい走ってましたら、左っていうふうに、まあ、ちょっと低い声で言ったんですね。あ、分かりましたって言った先にですね、まあ、もうアスファルトじゃない、本当もう、舗装されてない道に道があるんですね。まあ変な道だけど、まあいいかってことで、まあ走ったんですね。ほんでパーッと走ってまして、本当に合ってるんですかこの道って言うんですけど、まあこんな感じで、まあ合ってるみたいなリアクションですね。変な道だなと思いまして、ね、まあ、30分ぐらい走るんですけども、さすがにもう、夜が更けてきまして、もう夜中の1時ぐらいですね。でもこんな道おかしいなってことで、ほんで本当にこの道で合ってますかってこう振り返ったら、いないんですね女性が。あれと思って、で前見て瞬間に崖だったんですね。危ないっつってこうやってなんとかブレーキ振りまして、ギリギリなんとか崖の手前で止まることができまして、で助かったと思いました。後ろから、死ねばよかったのに、でその女性の声が聞こえてるんです。でギリギリ助かったって話なんですけど、まあ後々調べたら、その崖で、失恋で飛び降りてた女性がいまして、まあ、その女性が道連れにしようとしたんじゃないかという、そういう話でした。ありがとうございました。近所にね、まあ、一緒に遊ぶような子供がいないと。だからよく物置部屋にあるその家具とかで遊んでたんです。一人で遊ぶのが日課になってたんですけど、まあ、ある日ね、そこで手鏡を見つけるんですよ。でもただの手鏡じゃなくて、なんか周りの物置はほこりかぶってんのに、それだけほこりかぶってなくて、唯一サビもついてないんですよ。でめっちゃ綺麗な鏡やなと思って、そのケンジ君は鏡見てたんですけど、その鏡を見ると、自分の肩の左肩の後ろに女の子が映るんですよね。白いワンピースを着た髪の長い黒髪の綺麗な女の子が映るんですよ。でゆっくりと微笑んで、こんにちはって言うんですよ。で大体ここで怖がるんですけど、そのケンジ君はそんなに怖いイメージはなかったみたいですね、その女の子に対しては。でまたそれからまた別の日で、その鏡のところに行って、その女の子ナナちゃんって言うんですけど、ナナちゃんと毎日おしゃべりするのが、まあ、ちょっと日頃の楽しみになってたんですよね。で、まあ、ある日、まあ、ナナちゃんと喋ってた時にですけど、ケンジ君は自分は一人だから一緒に遊ぶ子供がいないと、だからちょっと遊ぶ友達が欲しいって言ったら、その鏡の女の子のナナちゃんが、じゃあこっちに来て一緒に遊べばいいって言ってくるんですよね。で、あ、うん、じゃあ分かった、遊びに行きたいって言うと、どうやって行くのってケンジ君が聞いたら、ナナちゃんは分からないって言うんですよね。で分からないけど、ちょっと方法を探してみるって言って、またその翌日ナナちゃんといつものように喋るんですけど、ナナちゃんがこっちに来る方法は分かったのって急に言ったんですよね。で、え、そうなの、じゃあ行く行くって言って、じゃあちょっとお母さんに遊びに行ってくるって言うねって言うと、ナナちゃんすっごい困った表情で、これを他の人に言うと大変なことになると。で私にももう今後会えなくなるかもしれないよって言うと、ケンジ君はそれは嫌だって言って、まあ、仕方なくお母さんに内緒でそっちに行くっていうのを約束して、じゃあ明日遊ぼうね、約束よって言って、その日
そこで終わったんですけど、その日の夜、ケンジ君がちょっと奈々ちゃんのことに少し考えて、なんで奈々ちゃんってこっちに来れないんだろう、鏡の中から。ほんで自分が鏡の中に遊びに行って戻ってこれんのかと。でもそれをずっと夜中考えたらめっちゃ怖くなってきて、うわもうこれはもう会えないと思って、次の日からそのケンジ君はもう物置部屋にすら近づかなくなったんですよ。でまたそこからまあ大人になるんですよね。もう何もなく月日が経って、でまあケンジ君も結婚するわけです。でまあお嫁さんもできて、で奥さんが妊娠するんですよね。でその時はあの町の近くのマンションで暮らしてたんですけど、まあ、人手が足りないということでまた実家に戻ってくるんですよね。でまた実家に泊まってる時にケンジ君が起きて、深夜に起きて、まあ、トイレに行ったんですけど、トイレの鏡を見ると物置部屋が見えるんですよね。でも後ろを振り返ると仕切りがあるんですよ。物置部屋があって、仕切りがあってトイレがあるんですよ。で後ろを見ると仕切りがあるんですけど、鏡を見ると直接物置部屋が見えるんですよ。でちょっと開いていて、そこから黒い模様がボワ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 めっちゃ出てるんですよね。なんやこれはと、もう一回後ろ見てもやっぱ仕切りがあるんですよ。でもう一回鏡を見ると、もう今度半分以上ギギギギギギギって開いてて、もう黒いもやの中から白い顔の女の子が微笑んでる奈々ちゃんの顔を見たんですよ。でもこれで大人になって、あそういや奈々ちゃんっていうやつおったわって思い出して、でパッって気づくと、もう朝で布団の中に自分が目覚めて、その間の記憶はないんですけど、まあ怖くなって、まあ、朝一で自分で一人で車でマンションに帰るんですよ。でまあ、地下の薄暗いところで、まあ、車を止めたんですけど、でよしって降りようと思った瞬間、バックミラーを見たら後ろに奈々ちゃんが映ってたんですよ。ブワッと思って、後ろを見てもやっぱ奈々ちゃんいないんですよね。で鏡の中で奈々ちゃんがゆっくりと微笑んで、またこんにちはと、なんであの時来てくれなかったの、私ずっと待ってたのにって言うんですよ。でもう恐怖で何も言えなくてずっと黙ってたら、今から一緒に遊ぼうって言うと、バックミラー越しに手を差し伸べてくるんですよね。うわーと思って、もう急にそのケンジ君をダメだと大きな声で言って、するとケンジ君はもうそっちには俺は行けない、もう行かないんだと思いっきり言っても、奈々ちゃんをずっとニコニコしながら手を差し伸べたまま黙ってるんですよ。でもそっからもうケンジ君思いっきりハンドルいっぱい握りしめて、もう俺には今妻もいる、もうすぐ子供だって生まれるんだと、だからもうそっちに行くわけにはいかないって言うと、奈々ちゃんはすごい困った顔で、そうなんだ、ケンジ君はもう大人になっちゃったんだね、もう私とは遊べないんだねってこう落ち込むわけですよ。でもまた微笑んで、それはしょうがないねってまた言ってくるんですよね、ミラー越しに。で、あーと、やっと奈々ちゃんもう俺のことを許してくれたと。そこでケンジ君ホッとするんですけど、その次に奈々ちゃんが、だったら私はその子と遊ぶって言って消えたんですよ。で最初子供の意味が分かんなかったんですけど、その2日後に奥さんが流産して、その今の今まで子供はできたことないらしいです。以上ありがとうございました。中学校の頃の話なんですけど、なんていうんですかね、心霊スポットにすごいふざけて遊びに行っては帰って、もう写メ撮ったり花火したりとか、その悪ふざけばっかりしてて、そんなを繰り返してたのかは悪かったのか分かんないんですけど、変な体験をすごいするようになったんですよ。中3のもう夏ですね、ちょうどこのぐらいの時期だったんですけど、まあ、ある日ですね、自転車を漕いでまして、時間はもう日が沈みかけといいますか、もうちょっとまだ夕焼けが残ってるけど薄暗いような状態なんですけど、その状態で自転車を漕いでたら、ちっちゃい公園があったんですよ。もう本当にちっちゃいブランコと砂場がちょっとあるくらいの公園なんですけど、その公園にパッと目をやったら、ブランコが一つだけ勝手に動いてるんですよ。だからこうちょっと見てたら、この動いてたブランコがピタッと止まったんですよ。やばいと思って目をそらした瞬間に、後ろの自転車の荷台にドスーンって何かが乗ったような音がして、ペダルがすごい重くなったんですよ。全然漕いでも前に進まなくなるような感じで、で
えっと思ってちょっと人を見たら何かがあるんですよ。もうすぐ目をそらしたからもう腕かどうかすらもわからないんですけど、もうここに何かがあるんですよ。でもうやばい怖いと思って、とりあえず人がいる通りに行こうと思って、もう自転車をその重い自転車をなんとか漕いで漕いで前に進んで、あの家までの近道の踏切があったんですよ。その踏切が閉まりかけてたから、もうこんなところで一人で待てないと思って、その踏切を無理やり入ってたんですよ。そしたらカーン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 って時に踏切の真ん中ぐらいでガシャッと音が鳴って自転車が動かなくなったんですよ。その動かなくなった自転車をよく見たら鍵がかかってるんですよ。勝手にもう鍵がかかってて、もう声でもうガチンガチンってなる状態になって、カン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 と踏切が折れちゃって、もうやべえよやべえよと思いながら鍵をガチャッと開けてなんとか抜けて、もうそして自転車を漕いでったらすごい軽くなったんですよ。ようやく解放されたと思って家に着いて、ようやく人がいる場所だと思って家を開けて入ったら、後ろのドアがパタン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 と何回も閉じたり閉まったりする。もう本当に本当の話なんで、うまいオチとかはないんですけど、まあこれが俺が体験した話です。以上です。私ライフセービングやってるんですけど、なんでちょっと海の話を。海ってよくお化けが出るんですけど、私の監視する浜の近くに 宿があって、そこでひと夏過ごすんですけど、その宿もやっぱ海に近いんでよくお化けが出て、例えば黒い影を見たとか、あとトイレでこうトイレしてたら耳元で楽しそうだね聞こえたとか、そういうのあるんですけど、私も実際体験した話で、冬にそこを借りに行ったんですよ。それでまあ冬場は、まあ昼間トレーニングして夜は鍋を作りながらみんなで飲むみたいな生活するんですけど、それでみんなでこう喋ってたらなんかプルルルって電話が鳴ったんですよ。それでみんな誰みたいな話になって、それ誰でもないんですよ。何だろうと思って、あもしかしてと思って宿の電話を見てみたらやっぱ鳴ってるんですよ。でもその電話っていうのが夏にしか繋がってない電話で、なんか鳴るのがおかしいんですよ。それは、まあ、怖ってなって、でみんなで見に行ったらやんだんですよ。それでそのまあ電話ってよくなんか勝手になっちゃうみたいなことがあるらしくて、まあそういうことだみたいなことでみんな納得して、もう一回帰って、でみんな食べてたらまたプルルルってなって、でまたあの電話なんです。それで行ってそしたらまた鳴り止むんですよ。で何回かそれがあって、もうこうなったら出てやろうってことになって、電話の前でずっとしてみんなで待ってて、そしたら電話が鳴ったんで私がパシャンって出たんですよ。そしたらもうプープーって消えてて、やっぱなんか壊れてるんだねみたいな、なんかみんないたんで、まあそれで そういうことにしようって言って、こうやってみんなのとこ戻ってご飯食べてたんですけど、そしたら今度自分の携帯がプルってなって、でパッて見たら非通知 で怖かったんでちょっと出なかったんですけど、もうずっと鳴ってて、パッて出たら、おやおやおやっていうこの世のものとは思えない雑音が聞こえたという話でした。ありがとうございました。女遊びが激しくて、まあ、今の場合チャラいっていうチャラいような男でした。で、ある日この間渋谷で女の子ナンパしたんだと。で、ナンパしてちょっと天然みたいな子だったんだけど、結構可愛いからそのままご飯行って、まあそういう男女の関係になって付き合ったっていう話をユキから聞いて、それちょっと変なんだよねっていうふうに相談されたんですけど、まあ
渋谷でナンパをしましたから、その子、女の子は楓ちゃんという名前なんですけど、その子は、東京都内に住んでいます。で、僕の実家っていうのは神奈川の、もっと静岡寄りの箱根の方なんで、そのなかなか会う機会がないと。だから毎日のように電話をしてたんですね。で、こう普通に楓ちゃんとゆうき楽しそうに電話してると、急にザーッと音がしたとか、こうジュンって行くんで、もしもし、もしもしってなるんですけど、あ、ごめんって言うんですよ、カエデちゃんが。あ、どうしたって言ったら、いや、なんか、今実は、なんとかくんが邪魔しちゃったんだ。え、なんとかくんって誰ってなるじゃないですか。そしたら、言ってなかったんだけど、実は私、霊を集めちゃうというか、取り憑かれちゃう体質なんだ、へえみたいな感じで、え、こいつ何言ってんだ。で、まあ、その日はおらして、まあ、毎日のように電話してます。で、またプッ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 ってやったり、ザーザーってして、いや、ごめん、またなんとか来るんだみたいな。2人がこうすごい楽しそうにしゃべってるから嫉妬してるんだよみたいな感じになって、わ、すごい気持ち悪い女の子と付き合っちゃったなと思ったんですけど、すごい可愛くて性格もいいんで、それ付き合ってたんですよ。で、たまに遊ぶ時も、まあ、ファミレスでご飯を2人食べてる時も、こう急にそう、カエルちゃんがグーンとこう脱落したと思ったら、バッってこう目を見開いて、さっきとは全く違う男のような口調だったり表情だったり仕草になって、バーって話をするらしいんですよ。でも勇気はもうバッってこう圧倒されちゃって、またすぐブリンって脱落して、あ、ごめん、なんか変なこと言ってなかったみたいな。いや、別に、いや、なんとか君が今入ってきてさみたいなことがもう日常茶飯事のようにあって、もう気持ち悪いけど、そろそろ別れようかなって思ってたんですよ、勇気は。で、ある日、その勇気の家の方に女の子遊びに来まして、で、家で遊んでたんですよ。したら、ちょっとお散歩でも行こうよなんて言って、まあ、去年の夏頃ですかね、こうフラフラ歩いてたら、そいつの家の近くに、僕らの地元で結構有名な心霊スポットの神社があるんですよ。白山神社っていうところなんですけども、そこにこう、ファーって入ってたんですよ、白山神社に。うわー、なんか嫌だなと思いながらも、え、ちょっと待ってよみたいなのにガーッとついてて、まあ、そこにベンチが何個ありまして、まあ夏はセミがビー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 鳴いてて、で、まあ、そこでたわいもない話をしながら、こう普通に楽しいな楽しいなって言ってたんですけども、急にその楓ちゃんが耳がガンッて塞いで、あーってやりだすんですよ。え、なに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 と思って、で、なんか虫が怖いってずっと言ってたらしいんです、最初から。え、なんか、あ、セミが怖いのかなと。いや、セミ大丈夫大丈夫大丈夫、この辺来ないから、上にいるだけだから、ちょっとあーあーってなって、そのままバーンって立ち上がってガーッと走っていっちゃったんですよ、カエデちゃんが。え、ちょっと待ってよって言ってバーンと追っかけて、そしたらそのうちカエデちゃんはその勇気の家にバーンと入って、その勇気の部屋にバーンと入って、ベッドにガーッとうずくまってるんですよ。え、どうしたのどうしたの、セミがそんなに怖かったみたいな、セミの死骸でも見たのって言ったら、いや、そうじゃないのそうじゃない、じゃあなんでなんだ、耳をさえガー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 言ってたんだよって言ったら、いや、違うの違うの、私の荷物で、オリジンオリジン霊が言ってたの。まあ、その白山神社も、まあ、深夜は誰も立ち入れないわけですし、で、その勇気も楓ちゃんとその猫があったら、あとすぐ別れたそうです。ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんごめんという感じで、はい、こんな感じですよいや、やっぱ持ってますね、皆さん芸人さんなんで、いろんな体験はあると思うんですけど、いや、ノートンかな、2人目にだいぶ怖かったですね、あれね。いや、そこら辺も含めて、評価していただけたらと思います。大丈夫ですか、気分が悪い方いらっしゃいませんか。大丈夫ですかね。続けますよ。大丈夫ですか。